ナノ、まだ荷造りしてるのか。セブンスティール。これはまあセブン。起きた？準備は進んでる？あ、幼児ちゃんと姫子は先に降りてるよ。うちはあんたと一緒に行こうと思ってここで待ってたんだ。What？ どうする？今宴の星ピノコニー。ピノコニー。Oh, that's nice. Delicious.やっと着いた。ファミリーのイミグレーションって複雑すぎない？10回以上も検査を受けてスーツケースを何度もひっくり返されて、あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃった。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。よいしょ。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックイン。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた早くこっち来て、なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたらいつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。オッケー。ねえ、どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに、またトラブルとかじゃないよね。ホテルレバリーへようこそ。はい、ホテル。奥が深い。安心してください、ホテルのドリームプー。え、それは僕に聞いてるんですか？夢の中に入れば僕の言ったことを理解してもらえると思います。はい、現実のピノコニーはこのホテルですが、夢の中のピノコニーは、その素晴らしさを言葉で表現するのは難しい。よく知ってますね。あれはファミリーが提供するチャンスであり、宴の星の伝統でもあって、みんなが一堂に会して喜びを共有しながらチャンスを追い求め、己の全てをかけ、最後には夢を現実のものにするんです。ピノコニーで楽しい休暇を過ごしてくださいね。夢の中でどうなりたいか考えたか？この彫像、俺たちの。ワイプナイス。申し訳ありません。ポリナ、ようこそ。いや、ポリナ。ようこそ。でも請求列車が受け取った招待状には。もう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。請求列車、プラチナルームを合計4室。わお、プラチナルーム。それぞれベルトイオー様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様。やはりこの4名様の予約情報しかございません。そういうことか。道理で登録情報に彼の名前がないわけだ。ファミリーに返信したとき、彼はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ。俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋を
この子に譲ってもらえないか。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼の身元は保証するわ。それは急に申されましてもちょっと。あっ、聞いてね。いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われてもこちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。俺たちのチェックインに問題があり迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は？僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属。ダイヤモンドの下で不良資産の生産を担当している専門家さ。ロース。それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ？カンパニーのエリートはやっぱり。僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど、もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するか分かるかい？きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできる。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら。構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せばその節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ファミリーとしてストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって。サンデー、面白いわね。やばいや、ホミロビン。お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。
場所を変えてお話ししましょう。The man has been doing it. 請求列車の皆さん、こちらで少し休んでいてね。ちょっとアベンチュリー。あ、ねえ、ちょっとあんた、じゃなくて、あなたはまさか歌手でイプシロンのスーパースター。傷つく誰かの心を守ることができたならって、あなたの作品だよね。あら。こんなに可愛らしいお嬢さんに、私のファンだ。She knows how to play words。やっぱりあのロビンなんだ。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じく。正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、あなたの言っているサンデーは。私の兄でピノコニーの意思決定者の人でも、来るのが少し遅かったみたいね。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか。同じように招待を受けた派閥の客も少なくない。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上夢の中で素敵な時間を過ごしてね。ケイラビ。はあ、本当に波乱だらけ。あのさん。サンデーさん？え？あれってただのあだ名じゃないの？あだ名だと思うわ。ピノコニーやファミリーの何らかの掟なんじゃないかしら。What？ さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし。あれ？アンディさんですよ。No more Venturina. 請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい、こちらは皆様の無強パスポートです。ホテルのルーム、またこのパスポートは一つ無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用。詳しい使い方につきましては、それではピノコに。やった！早く行こう！He is into this.夢の中の世界、ピノコニーは夢を光り輝く大都市に変えたって言うけど、一体どんな感じなんだろう。楽しみ。この通路を進めば
客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。チェース、チャース、チャース。そんなに高いところ。あとのビデオ。Cuba tak nak dikerikkan yang luar. Wih, ini bisa berbeda. Ya, tu cita wa ne. Minna, toriaizu heya ni nimotsu wa okimashou. Belto wa watashi to saki ni ippai dou? Pinoko ni wa Slada ga yuumei nano yo. What? Hanashite miro. Ore tachi wa onaji koto wo kangaete iru kamoshirenai. Ressha ga uketotta.招待状を覚えてる？ああ、ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ、俺たちはここに来た。よく覚えてるじゃない。でも、その招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状はオルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音でも、私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の七死人がよく使う救援要請の手段だな。まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。だからさっき自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、もう一つ気になっていることがある。招待状に言及したとき、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、今考えてみるとあの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビン、あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に何か、ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところでどうして子供たちに伝えないんだ？これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら、私たちが軽率に介入すべきじゃないもの。だが姫子の言うように、この件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。なるほど、知らなかったのは俺だけか。I think that's part of what is invited thingy. Don't you get to everyone? I know if you get a ticket to the end of the path. ピノコニーの情勢は複雑だ。慎重になった方がいい。一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか、ファミリーはなぜ黙っているのか。今回の旅は当面はパムに頼まれたことに集中して、情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地、ほとんどの人は一生来られないようなところだから、部屋に戻って休んで
準備ができたら無境に入りましょう。部屋に戻らないと。夢の中に入る前にもう少しみんなと話しておこうかな。ここの装飾はなんというか、夢の中のピノコニーは12の時に分かれている。大ピノコニー博物館、覚醒図書館、オリファミリーは調和を信仰している。しかし1ピノコニーの歴史上の人物らしい。だが客室のドリームプールから、美味しそうだ、一杯食って混ぜてくれ。なんで無糖のスラーダがないんだ。ベースであって、私たちそういう政治。どうしたの、まだ眠らないの。部屋が見つからない。予想外のことが重なって時間が…ナノはもう部屋に戻ったのか。なんで無糖のスラーダがないんだ。ポケットの中に入れたはずなのに。興奮して眠れない感じ。うちもう夢の世界が見たくて待ちきれないよ。そういえばちょっと気になってるんだよね。幼児ちゃんも気づいてたっぽいけど、ロビンさんの声なんか疲れてるみたいだった。もしかしてこの前の銀河ツアーで疲れちゃったのかな。そんなの、黄昏の…そんで、買い物が終わったら綺麗なドレス…最初は本当に休暇を楽しむんだって思って…もしかしたら、肉親の中…ただの冗談だよ。大丈夫、たとえ空が落ちてきたとしても、幼児ちゃんと姫子がどうにかしてくれるから、うちらはせっかくの休暇を思いっきり楽しもう。変だな、あれ？あいつは。また会うなんて本当に奇遇だね。そうだね、マイフレンド。そう身構えないで。僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。Thank you.
決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい？ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？え？し、ノー！ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみればいい。僕が裏で手を回さなければファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで。だからほら座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも。賢い人は話が早いね。簡単に言うと僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけどピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快。カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいは誰もが恐れ渇望する力が。性格くん、そうだろ？いい演技だ、気に入った。考える時間も欲しいだろうから今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。トテラチポー。ああ、そうだ。出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。ゲームはもう始まっているからね。さあ僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？ What？ 君の部屋？すごいなあ。ピノコニーに来て間もないのにもう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていてよからぬことを考えてるやつも多いから十分に気をつけた方がいいってね。例えばドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ僕はこれで失礼するよ。お兄さん、楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？なぜ私が出て行く必要？からかっただけだ。気にしなくていい。
ここは間違いなくあなたの部屋。さっきあの男が廊下でコソコソしていてな。その後あなたが同じ部屋に入っていくのを見てなんとなく理解した。さっきはとにかくあなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとし、だが出て行く前にもう一つ質問してもいいか。私たちはどこかで会ったことがあるか。恥ずかしい話だが、過去のある出来事のせいで私は忘れてはいけないことを。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか。あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あ、最後に少し忠告を。決して刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてこういうことは選択する前に知っておくべきだからな。ヨミは帰っていったけど、おかしい。まあいいか。いろいろあったけど、これでようやく眠れる。ああ。その、すまないが、ロビーの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は、本当によく似ていて。アシュランやっと終わった。無強パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。すぐにあなた。わお。親愛なるお客様、親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。すぐにあなたの理想。デビッ！プール入り、人生の壁。Okay. What? Just let me. Yeah, I think so. Relax. I'm taking a bath.体の起伏を感じてください。呼吸に集中して、楽園を想像して、夢の地を想像してください。どうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏刀は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして。やかましい奴に友人などできるのか。やかましい。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙での一位を争うミミザメリが鳴き声を上げる鳥だ。
そのクジャクの羽も誰かにきれいにむしり取られたようだが。にも、ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい？どこ？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。なくなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか。へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。I say something? 要点を言え。方法とは何だ。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか。なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。準備の騎士団は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。え、あれ、いない。けど、そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。